ここはね、うねめ町っていうところですね。字が難しいです。ちょっと読みづらい地名なんですけども、ここだったら別にね、消されたりはしないと思いますね。これね、これ東海道なんですよ。実はこれ細い道だけども、旧東海道ですね。で、これがね、杖付き坂って言ってね、東海道の難所だったんだそうです。今でこそこうやってね、舗装されて滑り止めがされてるけども、昔はここはね、まあちゃんと舗装されてなかったのかな。この坂を登るのは結構難儀したそうなんですね。で、このね、坂を登っていますね。あ、なんかね、ハイキングしてる人いますね。これがね、杖付き坂です。ここを登って、あ、こんにちは。が石に刻んでありますね。ここを登っていくと、まあ、ちょっとね、小型車ならギリギリすれ違えるかぐらいの道の幅なんですけども、これは結構息が切れる。ここね、杖付き坂を登って、で、一息ついたところに、ここにね、多分ね、お茶店とかがあって、お茶漬けとかね、売ってたんでしょう、売ってたんでしょうね。今でもね、なんか、昔の面影がちょっとだけ、残ってるような感じしますよね。なんでも結構錆びれちゃってるけども。で、東海道のこのね、まあ、要所なわけで、こういうところには監視役の村があったっていうことです。